皆さんこんにちは。テレビ番組ロンドンハーツやテレビドラマおっさんずラブなどに出演し、並行して舞台やグラビアでも活躍をしている阿部音さん。今回はそんな阿部音さんの学生時代についてご紹介します。阿部音さんのプロフィール。名前阿部音。生年月日2000年1月18日。出身地大阪府。身長156センチ。血液型 A 型。所属劇団劇団4ドル50セント。事務所 ABEX AY ファクトリー。小学校時代。阿部音さんの出身小学校は地元大阪府の学校のようですが、校名などは分かっていません。家族構成は両親とお姉さんの4人家族のようで、お母さんの友達の娘さんに女優の黒木華さんがおり、幼い頃によく遊んでいたそうです。そのため黒木さんが朝ドラに出たり賞を受賞したりと活躍されているのを見てきました。阿部さんは子供の頃からピアノを習っており、小学校6年生の時にはヒップホップダンスの体験教室に行ったことがきっかけでヒップホップにハマったとインタビューで話しています。中学校時代。阿部音さんの出身中学校は出身小学校と同様で大阪府の学校のようですが、こちらも詳しくは分かっていません。中学2年生の頃に大阪芸術大学に通っていたお姉さんの舞台を見たことがきっかけで女優に憧れ始めた阿部さん。家でお姉さんと脚本の読み合わせをしたことがとても楽しかったと話しており、その頃から芸能事務所のオーディションを片っ端に受けていますが、全て落ちたことをインタビューで話しています。出身高校。阿部さんが卒業をした高校はクラーク記念国際高校の通信制課程です。入学したのは大阪府内の高校で、阿部さんも英語に特化した高校とインタビューで話しています。また当時の阿部さんは意外にもかなり消極的な生徒で、全く目立つ存在ではなく、文化祭でも裏方を担当していたと話しています。そのため女優になった時には高校時代の友人にかなり驚かれたそうです。そして高校3年生だった2017年にダメ元で劇団4ドル50セントのオーディションに応募すると、なんと合格。阿部さんは中学時代から女優志望でしたが、このオーディションで落選したら女優になることを諦めようと思っていたそうで、また当時は海外留学の計画もありましたが、劇団に合格したため留学は断念しています。そしてこの劇団で活動するために上京し、クラーク記念国際高校に転校しており、上京の際にお母さんからもらったパスケースが宝物で、今でも大事にされているそうです。その後高校3年生の時に劇団の舞台で待望の女優デビューを飾っています。ただし当初は劇団内でも目立った存在ではなく、ユニットにも選ばれませんでした。当時は泣くほど悔しい思いをしたそうですが、それがきっかけで劇団に頼らずに自分でも居場所を見つけるように動いたことから、後のグラビアアイドルとしての活動や狼くんへの出演にもつながったとインタビューで話しています。大学時代。阿部さんはクラーク記念国際高校卒業後大学に進学していますが、どこの大学かなどは分かっておらず、大学は2年生で中退したことをインタビューで明らかにしています。その際にはお父さんに大反対されていますが、お母さんは賛成だったそうで、阿部さんはそれまでの人生でお母さんに背中を押されて行動を起こすと成功することが多かったので、お母さんに言われた通り大学を中退しています。ちなみに阿部さんのお姉さんは大阪芸術大学の卒業生ですが、阿部さん自身は高校時代に上京して東京を拠点に活動していたので、こちらの大学の卒業生ではありません。
高校時代は主に劇団4ドル50セントの舞台のみの出演でしたが、大学進学とともにおっさんずラブやグッドワイフなどのテレビドラマに出演しています。さらにグラビアアイドルとしての活動も開始すると、人気が急上昇していき、注目を浴びる存在となっていきます。加えて2018年に恋愛リアリティ番組真冬の狼くんには騙されないに出演すると、石原さとみ似の美女として話題になります。2020年からは人気バラエティ番組ロンドンハーツの準レギュラーにも起用されています。多くのオーディションに落ちた阿部さんですが、現在の阿部さんの活躍を見ると、劇団4ドル50セントのオーディション審査員は見る目があったということですね。テレビドラマや映画、舞台、グラビアと多くの場面で活躍されている阿部さん、今後の活躍も楽しみですね。